日は何？またお手伝い？もうやだ！毎日毎日こき使われて、神の見使いである僕をここまで刺激するなんて、デビルサモナーも真っ青だよ！ゲームのジャンル間違えてんじゃないの？よろしくできないね。そんなに手伝ってほしいなら、僕にももっと供物捧げてくれてもいいじゃん。もっと敬ってよ、かしこまってよ、あがめてよ。もうやだ。それはひどいよ。僕こう見えても本当はありがたい神様なんだよ。まあ岬神だけど。そんなのできるわけないじゃない。都合のいい時だけ神に頼るなんて間違いだよ。神様っていうのは人がどうしようもない時にそっと手を差し伸べる奥ゆかしいものなんだよ。今まで掃除とか手伝ってるだけありがたいと思うんだね。それはまずいけど。人がいないならいっそ天井に帰りたい。こんな霊祭神社に来るなんて思ってもみなかったよ。憎い。この土地に縛られてる自分の運命が憎い。はあ、世の中せちがらいよ。地上でのんびりできると思って志願したのにな。掃除、草むしり、祭事の三連コンボだよ。ああ。シロちゃんのご飯美味しいから、やることはやるけどさ、もっと楽したいな。シロちゃんならそう言うだろうね。あの子にも困ったもんだ。どうかしたの？そりゃもちろん僕の霊威にはばかってだよ。シロちゃんは僕がありがたい神様だってことちゃんと分かってるんだ。したの？シロちゃんからいい匂いがする。さすが鼻が効くわね。さっき高野のおじいさんにお菓子もらったから、ひのばちゃんにもお裾分けね。やったー、マロングラッセだ。はい、まだまだまだだよ。はい、やったー。
べる前に言わないとダメだよ。おいしいな、もっとおいしいな。ダメ、今日のお勤めが終わってからね。本当？よし、今日も頑張るぞ。それじゃあ、井上ちゃん、いつものよろしく。オッケー、ちょっと疲れるけど、お供え物ももらったし、本気出してみるかな。うむむむむむむ、分身ヒノワレッド、ヒノワグリーン、ヒノワピンク。ちょっと、ピンクは僕の色だってこの前会議で決めたでしょ。違うよ違うよ、君はパープルで僕がピンクだよ。あれ、そうだっけ。じゃあ僕何色なの。うーん、お腹空いたよ。君は確かグリーンじゃなかったっけ。グリーンはやだ、せめてライムグリーンにして。それって大して違わないと思うけどな。ねえねえ、お菓子の残りないの。お腹空いたよ。全員集合。はい、ほら集合だよ。グリーン、グリーンじゃなくてライムグリーンって呼んでよ。そもそも色違いで名前分けするの無理があるような気がするな。よし、揃ったね。それじゃみんなで手分けしてお掃除してくるよ。頑張ってね、後でちゃんとおやつあげるから。やったー、シロちゃん大好き。よし、頑張るぞ。コスプレだと思われてるんじゃない。多分色物扱いだよ。ありがとうございます。精一杯頑張りますね。シロちゃん、このおまんじゅう食べていいかな。いいけど、みんなお話し中だから静かにね。はい、いただきます。
ご先代がそのつもりだったんじゃないかって私は推測しただけですよ。表向きはそういうことだから、マー君は大きく構えてるだけでいいからね。それは難しい問題だね。なんというか、その、はい、日の輪ちゃん、おまんじゅうのおかわりよ。そうだね、お似合いのカップルだと思うよ。ああ、痛い痛い、神様に頭グリグリするの禁止。助けて、マサト君がいじめるよ。まあまあ落ち着いて、マー君、そんなに暴れないの。伝承のせいでみんな盛り上がっているだけなんだから。と恥ずかしがってるんですよ、マー君は照れ屋さんですから。大丈夫よ、安心して。マー君、儀式は大変だけど全部お姉ちゃんに任せてくれれば大丈夫だよ。マー君のためなら何でもやってあげるからね。それ食べないならもらっていい？え、本当？どこに行けばいいの？北極とかそういうのはなしだからね。ああ、裾引っ張らないでよ。服が伸びちゃう。それってシロちゃんとのこと？ごちそうさまでしたっと。でもそれ今更じゃない？安山のお守り作ってあげようか。だからさ、前々から言っていたじゃん、シロちゃんは本気だって。シロちゃんの気持ちは完全にマサト君に向いていたのは分かってたでしょ。いつかはこうなる運命だったんだよ。そりゃ女の、いや男の子の本気を甘く見たね。ご愁傷様でしたっと。だって話は終わりでしょ。お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。シロちゃんがいるのにそれ浮気だよ。
なに嫌ならもっと早くから行動しているべきなんだよ。もう何年の付き合いになると思ってるの？あそこのおまんじゅう本当に美味しいよね。また食べたいな。朝な夕なに拝み倒して働かせているだけだよね。っていうかあれはお願いじゃないよ。ほぼ脅しだよ。だいたいさ、うちの神様は縁結びのご利益で有名なんだから、神頼みするならそっちにお願いするべきなんじゃないかな。ん？どういうこと？へえ。鋭いね、マサトくん。本当のところ言うと、僕は神社の守護のために派遣されてるだけなんだよ。今風に言うとワークシェアリングかな。そういや、そろそろ駅前のコンビニで新作スイーツにプリンが出るらしいよ。僕あそこのデザート大好き。だからプリンの話をしているんだよ。やったー、これはアイスコーヒーも買えるよ。右手にプリン、左手にコーヒー、これ最強！ああ、はいはい。姫神様が封印されている理由ね。確かに姫神様は男女の縁を結ぶ力を持っているよ。それは間違いない。でもあの神様はいろいろと余計な縁まで結びすぎたんだよ。そう、男女の仲までなら良かったんだけどね。これ以上はあんまり言えない。あとはお察しください。僕さっきから思いっきりお願いされてるけど、偽物ってなんだよ。言っとくけど、僕はこの神社を守るという使命があるから、仕方なくここにいてあげてるんだからね。僕みたいなありがたい存在が一緒にいるんだから、少しは感謝してほしいな。ああ、それを言われたら弱いな。僕としてはシロちゃんと結ばれてくれた方が助かるんだけどね。しょうがないな。まあ義理もあるし、そこまで言われたら。あれ？どこに行ったかな。これでもない、あれでもない。よくぞ聞いてくれました。
これこそ玉ちぎりの札だよ。そう、霊言新たかなる神様の力が込められたありがたいお札なんだ。これは読んで字のごとく、人と人との魂を結びつけるもの、つまり人の縁を深める力がこもっているんだ。そう、この札の力を使えば悪縁は良縁に、仲の悪い幼馴染同士を恋人に、蛇とカエルをカップリングすることだってできるんだよ。今の状況はちょっとかわいそうだからチャンスをあげる。マサト君が本当に好きな人が見つかったらそれを使ってみるといいよ。くれぐれも言うけど、相手がいればの話だよ。マサト君は仕事に忙しかったから気づいていなかったんだろうけど、シロちゃんが女性をあまり近づけないようにガードしていたからじゃないかな。僕はご飯くれる人の邪魔なんてしないんだよ。ね、どれだけ思い返してみてもシロちゃん以外の相手いないでしょ。てかそもそも出会いがないし。だからさ、もうシロちゃんでいいじゃん。あれだけ愛されてるんだから男冥利に尽きるでしょ。やっぱりジェント多難だな。女装神社。おかえりなさい、マー君。もちろん、夜のお勤めに決まってるじゃない。だって、儀式を執り行うなら私たちはもっと仲良くなって息を合わせるべきだと思うの。
それこそまさしく夫婦のように。ちっとも大げさじゃないわよ。だって野球じゃキャッチャーのことを女房役って言うじゃない。だから何もおかしくはないのよ。これからは布団は一つ、枕は二つなの。お姉ちゃんが毎晩添い寝して、マー君のお相手を務めてあげるからね。そういうことだから、面倒は女房役の私に全部任せて、マー君は何も心配しなくていいのよ。僕がシロちゃんに逆らえるわけないじゃん。やらー、まあ頼りない。くそー、ガッツが足りない。これもご飯が少ないせいだよ。あ、ちょっとマー君、するよ。ねえ、日の輪ちゃん、本当に合ってるの？大丈夫、僕に任せてよ。何しろ隣の部屋にあるカレーの匂いすら嗅ぎ取れるんだから。それ大抵の人はできると思うわよ。それだけじゃないよ、僕は一目見ただけでコシアンとツブアンの違いが分かる能力を持っているんだ。僕の鼻に間違いはない。うん、見れば誰でも分かるわよね。というか鼻関係ないし。ほら、あそこだよ。え、どこ？ほら、野いちごがこんなにたくさん。おいしいんだよね、これ。シロちゃんも食べて食べて。ねえ、日のおばちゃん。どうしたの？石なんて持って。しゃあ！砕けたー！握っただけなのに！そろそろ真面目にやりなさいね。イエス、マム！
長かったぞ。ここに封じられる間、何もできずにずっと浮世を眺めるだけであったわ。じゃが、それもようやく終わる。それも千数百年ぶりの逢瀬を重ねた形で、まさかわらわを解き放ったのがそなたであったとは。これもまた運命じゃ。そちの願い、確かに聞き届けた。我が夫よ、再びわらわとむつみ合おうぞ。あれ？あれれ？どうかしたの、ひのばちゃん。おかしいんだよ、まさとくんの匂いが途中で切れちゃった。変だな、まるで急に痕跡がなくなったみたい。こんなの今までなかったのに。確かに妙ね。私のお姉ちゃんセンサーからもマー君の気配が感じられなくなったわ。そんなのあるなら僕の鼻に頼らなくていいんじゃないのかな。暗い夜道を男の子一人に歩かせようというの？お姉ちゃんが襲われたらどうするつもり？そもそもシロちゃんを襲うような人はいないんじゃないかな。静かに。あ、ごめんなさい、シロちゃんはか弱い乙女で間違いありません。違うわよ、別に怒ってないわ。後でお仕置きはするけど。怒ってるよね、それ絶対に怒ってるよね。そうじゃなくて、かすかだけど感じるのよ。マー君に近づこうとする浅ましい獣の匂いだ。獣？それって野生の獣のこと？人里近いのにここまで降りてくるなんて珍しいね。違うわ、これはビッチ臭よ。よく駅前のマックでたむろしたり、岩室の前で自撮りしているクソ女と同じ匂いだわ。胃のせいじゃないかな。いいえ、お姉ちゃんの勘には間違いはないわ。このままじゃ私のマー君が怪我されちゃう。その童貞は私の獲物なのに。落ち着いてよシロちゃん、いろいろと発言がおかしいよ。やらせはせん、やらせはせんぞ。まあまあ、そんなにかしこまるではない。わらわとそなたの仲ではないか。そうじゃろうな。何しろあれから千年以上の時が過ぎたのじゃからの。ふぅ、そう、いいのじゃ。わらわは祭人であるがゆえにな。ふぅ、甘露甘露、久方ぶりに味わう酒はうまいの。五臓六腑に染み渡るわ。ゆいじゃ。ゆいでよいぞ。そなたはいつもわらわのことをそう呼んでおった。名を呼んでもらうまでは返事はせぬぞ。なんじゃ我が夫よ。そなたは人間ゆえに忘れておるのも無理はないが、そもそも
わらわはそなたと巡り合うためにこの地に残ったのじゃ。マサトよ、そなたこそ我が夫の魂を受け継ぐ転生者。千年の時を超えて巡り合った愛しき恋人じゃ。知っているに決まっているではないか。そなたは初めてかもしれぬが、わらわは封印されている間もコンパクトなりてそなたを見守っておったのじゃぞ。なかなか寝小便が治らぬ子供であったことも、初めての受験で緊張しすぎて鼻血を出したことも、喧嘩に負けてあの三代という姉に慰めてもらっていたことも。わらわはそなたが生まれた頃から魂を感じていたのじゃ。いつか王政を重ねるためにお主の後ろでそっと見守っておったのじゃぞ。そうして時は巡り来たのじゃ。我が夫よ、この時を待ちわびたぞ。わらわは縁結びの神じゃぞ。悪縁を良縁に、無縁を有縁に変えることこそ我が権能じゃ。仕える神のその力によくし、神と交わることに何の遠慮があろう。わらわではダメだというのか。わらわはこんなにもそなたを思っているというのに、やはり人ではないと添い遂げられぬのか。そなたのためなら何でもする。妻として人の作法を身につけ、巫女として奉職してもよい。体を捧げる覚悟もある。妻として当然の義務じゃ。わらわの体なら子供をなすことも可能であるし、結婚の相手として決して器量に劣らぬと自負しておる。だから頼む、マサトよ、そなたのそばに置いてくれ。千年を超えた時の果てにようやく巡り合ったのじゃ。このまままたそなたと別れるのは嫌じゃ。一人になるのはもう嫌なのじゃ。本当か。その言葉待っておったぞ。契約はなされた。これよりわらわはそなたの妻じゃ。我が名はコトムス姫神の御子と、ケチエン自在の我が神力、とくと味わうがいい。
シロちゃん帰ろうよ、僕もう疲れた。これだけ探してもいないんだから、マサト君はきっと山を降りたんだよ。匂いもしないし。何を言ってるの、私のお姉ちゃんセンサーはさっきからレッドアラートが鳴り響いているのよ。ほとんどの危機を見過ごしてなるものですか。はあ、シロちゃんはお姉ちゃんこじらせすぎだよ。マー君返事して、お姉ちゃん怒ってないから。貯蔵神社。はあ、まだまだ眠いよ。もう8時よ。そこにお水あるから顔を洗ってシャキッとしなさい。シロちゃん、そこは手水屋だよ。顔洗っちゃ姫神様に失礼だと思うな。そんなことないわよ。日の輪ちゃんは神社の備品みたいなものだから、秘釈を洗うのと何ら変わらないわよ。ひどい、僕これでも神の眷属なのに。だから人間扱いしてないでしょ。それでうまいこと言ったつもり？せめて人間として扱ってよ。もしかして僕のこと便利な下僕みたいに思ってるの？もう日の輪ちゃんたら、下僕だなんて思ってないわよ。だよねだよね、さすがに僕も心配しすぎたかな。ちゃんとペットみたいに可愛がってるじゃない。人ですらなかった。ほーら、おやつあげるからね。まだよまだよ、ほーら取ってこい。として、さらにまったりとして、それでいてしつこくない、うまうま。ほらペットみたいじゃない。ああ、分かっていても体が甘いものに反応してしまう。本当は僕もっと威厳のある神様なのに。そうだったの？ポケモンの一種だと思ってた。この土地に縛られてるからこんなにちんちくりんな格好になってしまったんだよ。憎い、この愛らしい体が憎いよ。僕ってどうしてこんなに可愛いの？まあそれは置いといて、そろそろマー君も起こさないと。あれ、そういやマサト君は今朝はまだ見てないね。いくらなんでももう戻ってると思うけど。そういや結局昨日は見つからなかったね。夜遅くまで出歩くなんてそんなの不良よ。お姉ちゃんは許しませんからね。そういう束縛が子供の自立心を奪っていくんだよ。シロちゃん、毒親って知ってる？何を言ってるの？これは教育の範囲よ。保護者としてお姉ちゃんの私が監督しないと。男の子だから少しくらいの夜遊びくらいは許してやればいいのに。マサト君、いつか欲求不満で壊れちゃうかも。その時は私が体で慰めるから大丈夫よ。これなら変な虫もつかないから安心でしょ。あら、何か言った？ううん、何にも。どうかしたの？シロちゃん、重臭がするわ。獣の匂い？はは、何を言ってるの？そんなのどこにもしないよ。いいえ、私にはわかる。これは昨日感じたあの獣の匂いと一緒よ。あ、ちょっと待ってよ、シロちゃん。
メなのじゃ。わらわの敏感な場所が。男の子の繊細な部分を、そんな積極的に。ダメ。そなたはもうわらわのものなのじゃ。逃がさないのじゃ。戻ってるんでしょ。昨日のことはもういいの。お姉ちゃん怒ってないからここを開けなさい。なんじゃ、もうそこ。もう少し寝る。マー君、本当はとっくに起きてるんでしょ。いい加減にしないとお姉ちゃん実力講師に出るわよ。マー君、お姉ちゃんが優しく起こしに。死ねえ。何してるの、おしろちゃん。まさとくんいた？殺す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 。ミコが殺意の波動に目覚めちゃってるよ。シロちゃんに何をしたの。なるほど、そういうことか。意外と手が早いね、マサト君。
サト君の言い分が正しいとしても、マー君どいて、そいつ殺せない。今のシロちゃんが耳を貸すと思う？残念、マサト君の冒険はここで終わってしまった。まあマサト君の人生というより、その腕の中で寝ている人とシロちゃんの人生が終わっちゃうんだけどね。気持ちいいのじゃ。この汚らわしいメス豚が私のマークになんて慣れ慣れしい真似を。どうしてそいつをかばうの？お姉ちゃんの言うことが聞けないの？マー君は悪い子になっちゃったの？大丈夫、神様も許してくれるわ。だってこれは正しいことなんですもの。ほら、そこをどきなさい、マー君。お姉ちゃんの言うことなら何でも聞いてくれるってちゃんと約束したよね。心でも約束は約束なのよ。お姉ちゃんとマー君の間には永遠の契約が横たわっているの。そんなにその女が大事なのね。許せない。私とマー君の間を引き裂こうとする存在はたとえ神でも許せない。神は死んだ、それも私の手で殺すの。やかましいの。あれ、その人、いや、そのお方は、マサト、おはようなのじゃ。目覚めのキスじゃ。夫婦ならば当然のことじゃろ。なんじゃそなたは。一息には殺さず、まずは手足の剣を切って自由を奪ってからじっくりと。先に死にたいのね。一生のお願いだからちょっと待って。その後なら何されてもいいから。あなたはひょっとして意図古き神々の一中、フォトムス姫神の御事であらせられますか？うん、その通りじゃ。
の神社の祭神姫神様だよ。信じてもらえないかもしれないけど。そなたがわらわの監視役じゃな。わざわざ神々の住まう天井より起こしとは、お役目ご苦労なことじゃの。ひぃご尊顔を拝し奉り恐悦至極に存じます。姫神様、ちゃんとかしこまってよ。本物の神様だよ。僕みたいなバチモンじゃなくて。特進言ったか。ならばそなたもわらわにひれ伏すがよいぞ。冗談じゃないわよ。何その狐耳、その尻尾全然似合ってないわよ。適当に萌え要素ぶっこんでそれでマー君を籠絡するつもり？いい年した大人がコスプレなんて笑えるんですけど。うん、神様ってのは常にお隠れになっているものなのよ。そして私たちの前には姿を現さないの。神を自称する何かが出てきたら、それは神に似た別物かあやかしに間違いないのよ。それは確かに一理あるの。神は通常人前に姿は現さぬゆえに尊ばれるものじゃ。じゃがわらわは普通の神とちょっと違うのじゃ。あれちょっと待って、その理屈で言うとシロちゃんって僕のことをもののけ扱いしてるってことになるんだけど。なるほど、わらわの目を向けられてもいささかも屈せぬこの胆力、人の身にしてはなかなかの魂を持っているようじゃの。じゃがその態度、神に対して不遜であるぞ。ゆい様って何よそれ、何の手術プレイ。そういうの好きなら私に言ってよ。生かさず殺さず絶妙に管理してあげるのに。お姉ちゃんそういうの得意なのよ。そなたは目障りじゃの。少々懲らしめてやるかの。ああ、懲らしめる、このポットでの馬の骨がどの口で言ってるのかしら。とは言ってもわらわの夫であるマサトの縁者とあらば。この程度にしておいてやるかの。シロちゃん、大丈夫じゃ、少し気絶しているだけじゃ。それよりマサトよ、そろそろ朝げの時刻じゃの。妻としての初仕事じゃ。わらわ自ら食べさせてやろうぞ。